はい、どうも、こんにちは、木戸です。前回に引き続き、アレイを増やすために、アメジストのかけらが必要ということで、北側のメサまで来てるんですが、メサから、あっちに行くと、地図がねえな。砂漠の塔の村っていうのがある。こっちは何？こっちは何方面？やっぱちゃんと看板つけとかないとダメだね。こっち方面何があるかわかんねえ。とりあえず、砂漠の塔の村に、なんとなくどんな感じだったかはなんとなく覚えが、あるけど、砂漠の塔の村の方は。地図を、まあ多分、村自体には地図貼ってあると思うから、それをコピーするか。んなところにロバ発見。動物園の村まで引っ張っていきたいな。あそこは、パンダ待ちをしつつ制覇した海底神殿ですね。懐かしの。そう、ここにちっこいジャングルがあって、そこでパンダ待ちしてたな。っていうか読み込みが追いつかない。 距離どれくらいあるんやろ。もうマップからカーソルが消えちゃったけども。これも違う。これも違う。街灯の地図がないっすね。あ、でも、砂漠が見えてきた。から、ぼちぼちなのかな？なんか割と細長い感じの村だった覚えがある。端っこに塔が立ってて、おっと、砂漠を通過してまた海へ。下る。グッバイ砂漠。あ、見えてきましたね。どこにどう線路を引いてるかがわからんのが困るな。つなげはしたものの、看板だのに。蜂捕まっとるんだが。とりあえず夜なんで寝ときましょう。ごめんよ、ベッド借りる。おい、で、現在地の地図は？これか。これをちょっと複製して。いや、白紙の地図、使いまくり。で、この辺のは、あるのか。これは、どこ？ここ？ここか。よいしょ。これは、コピーして貼っといてあげよう。えい。ここがつながってんだね。で、そのアメジストよ、問題が。アメジスト、ここにはない。
メサジャングルって書いてあるけども、他にもいろんなとこにつながってるからね。こっち何か書いてないけど、こっち行ってみるか。さっき複製したこいつっすね。これは、他の村につながってる、あそこは、あれか、ピラミッドか。ピラミッドというか遺跡。こっち側来るのマジで久しぶりだから。ああ、でもやっぱいい眺めだな、この白く見晴らしのいい感じ。これは一番右の村に向かってんのかな。なんとなく見覚えがあるような、でも久しぶりすぎてこんなとこあったっけなみたいな気持ちもありつつ、せっかく開拓してんだから、やっぱ、動き回らないとね。動き回ってるけど、俺はボタンを何一つ押してないっていう。マウスをこう、クイクイやってるだけっていうね。あ、分岐点もちゃんと作ってある。こっちちゃんと開拓されてんね。おい、で、俺の記憶的には、あっちに、まあ、このまままっすぐ行くと、この山越えたところぐらいで、あるんよな、村が。そこが割と広かった気がする。お、見えてきた、見えてきた。このサバンナの村に、不似合いな、アメジストの屋根。そう、ここ結構開拓してたんよな。こう、地下通路とか作ってたとこじゃん。いやー。今見てもなんかセンス疑うわ。アメジストいっぱいある。アメジストのかけら。これだけあったら、あれめっちゃ増やせますね。ちょっと持てるだけ持って帰る。せっかくだから。ここを、こう、地下通路を作り、で、ここに、こんなところに、あ、やっぱここの地図が抜けてんな。ここ、これ?うん。これも保管しといてあげよう。この意味もない、地下の真っ白空間。やりたい放題やってんな。やりたい放題やってるけど、センスがひどい。上も、特にこれといって何があるわけでもない。エンチャントゾーン。いやー、真面目に優しくないわ。この辺の埋め立てとかめっちゃ頑張ったもんな。よし。よし、帰ろう。
いやもうこれだけのためにここ来たからね。さあ、あとはちょっともう動物園の村までひたすらにトロッコに乗ってるだけなんで、スキップしますかね。いや、アメジストこんだけあれば、アレイを山ほど増やせるぞ。楽しみ。はい、今アメジスト回収できた村からこの南側に向かって走ってたレールに乗ってんだけど、ピラミッドの村、こんなところだったね。久しぶりに見たけど、すげえな。我ながら。存在感がすごい。あと相変わらずゴーレムさんたちが集ってる。こんなん、よう作ったな、俺。自分で褒めたくなる。ここが、どれだっけ？じゃなくて、これか。これだ、ん？これ、じゃない。どれだっけ？これか？これだ。よし。いやー、マジで。何のためにこれ作った？何の意図もないピラミッド。で、多分ね、この辺ぐるっと環状線っぽい感じになってるはずなんよね。多分。にゃんこには降りてもらおう。これで、多分、どっかしらぐるっとなって、動物園の村まで、いけるはず。というわけで、まあ、またひたすら走り続けたいと思います。ちょっと懐かしい景色だったからね。興奮したね。はい、もうぐる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 回って結局たどり着いたのがメサジャングル方面っていう。結局、ここを起点にぐるっと一周してる感じでしたね。だいぶ時間かかってんだけど 結局、これに乗って帰るのが最短ルートというか、それしか道はなかったです。っていうご報告でした。じゃあ次こそ動物園の村までスキップしましょう。はい、やっと帰ってきました。もうこれね、スキップしてるから、まあ、尺的にはね、まだ半分ぐらいなんだけど、実際プレイ時間がもう1時間を超えてます。まあ、俺が寄り道してたからなんだけどね、こっち方面行けば、つって。あれ？ちょっと待て。俺は、レコードどこやった？あれ？アレイさんを増やすために、
カエルがぴょこぴょこしてる。リードついてるね。あ、結構飛ぶな。アレイさんを増やすために、レコードを、やべ、紛失した。え、どっかで、多分どっかで、チェストとかに入れて、入れたんだろうけど、どこかわかんねえな、これは。レコードを探しに行く方が早いやつ?多分そんな気がする。うわぁ。ちょっと、やらかしが。ちょっとこの辺の、この辺のもしまっとくか。現在地取れよ。現在地が動物園の村やろう。動物園の村。動物園の村は、これか。これ何番だっけ ?98 番。98番の地図どこやった ?98 番がない。現在地の地図、複製します。あ、白紙の地図がもうなくなってしまった。いやー、悔しいっていうか、マジか。我ながらやらかしたな。ちょっと一旦アメジストはしまっといて、ちょっと近場で、どっか掘りに行こう。掘りにっていうか、チェストを探しに行こう。余計なものはしまっちゃって。アレイさん増や、アレイさん増やしたいだけなのに、こんなにも手間取るとは。ちょっとこの辺の関係のないとこの地図は、今持ってんのはこれか。これとか。現在地と関係ないやつは、これ現在地。ああ、こっちが。チェストに、ナマコ。あ、ここだ。ここにあった。よかったー。めちゃくちゃしょんぼりしてたけど、よかったー。ちゃんと、こっちのチェストに入れてたんだ。ガラスの村、そう、ガラスの村から、いろいろ持って帰ってきてるね。よし、早速だが、アレイさんに増えてもらおう。さっきしまったアメジスト。どこにしまった?ここが。レコードを携え。アレイさんに踊ってもらいましょう。カエル。カエルもちょっと繁殖をしてやりたいな。えい。お、くるくるしてますね。これが踊り。では、どうぞ。おお、ぶ、
すげえ勢いで分裂した。すげえ。この回ってるアレイさんにあげたら、あ、持つのね。返して。返して。ちょっと、レコードも回収して。あ、何も持たずに。アレイさん、これ、リードつけとかないと、また、ついてきちゃうやつ。リードつけてる子は大丈夫だけど、君は出ていくのかい？俺が離れてみればいいのか？ついてくるかどうか。いや、ついてこないね。大丈夫っぽいね。あれ、しかも、ガラス、ああ、やっぱ抜け出ちゃうわ。アレイさん、ちょっとついてきて。やっぱ君もリードで。どうしたらリードなしで、やっぱ板ガラスなのがあかんのかな。壁すり抜けられるわ。チートすぎん。アレイさん増やすにはなんか5分ぐらい間空けないといけないらしいんだけど。まあでもネズミ算式に増やせるとしたら、めちゃめちゃ多いよね。めっちゃいっぱいになる。アレイさん、こちらへ来てください。今、わざわざ、ドアを通過してきたな。これでアレイさんが増えました。これワンチャン全部ガラス、板ガラスじゃなかったら抜け出さない説ある。だとしたら俺はまた頑張って作り直すけども。あんまりこう紐とかつけずにね、自由に飛び回ってほしいんよね。かわいい。カエルは、うん、仲間、カエルのお仲間を探しに行きたいな。うん、こっから最初の村に向かう道中とかで、湿地帯とかあった気はするんだけど、ちょろっと行ってみるか。あ、何の準備もなく行ってしまった。まあいいか。いや、よくねえわ。よくねえわ。ちょっと待って。ちょっと待って。追いつかない。追いつきそうで追いつかない。あとちょっと、おい。湿地帯ならどこでもスポーンするっぽいからね。なぜわざわざ、沼地という名前が、出てきたのか。必要なのは船かリードかな。船、いや、リードで行こう。
トロッコ紛失に備えて、もう一個、予備。で、どれだっけ？このチェスト付きトロッコは、破壊色か。確か帰ってくる道中に湿地帯を見た気がする。そんなに離れてなかったと思うけどな。雨が降ってきた。順調に動物園の仲間たちが増えてきてるんで。あ、ロバもどっかから運びたいっていうのをずっと言ってるけど、ずっと放置されてるな。さて、湿地帯が、なんかこの辺で見えてた気がするけど、この辺じゃなかったかもしれない。この辺じゃなかったかな？違うっぽいな。いやー、でもオタマジャクシを必要としているかといったらそうでもないよな。オタマジャクシカエル以上に苦手かもしれん。マジで何もない景色。最初の村に近づきすぎている。次の陸地がだいぶ向こうだぞ。まあだいぶって言っても、今回移動したルートの中ではそんなに長い距離ではないか。陸地が見えてきたけど、この辺は湿地帯ではない。俺はどこで何を見たんだろう。もうぐるぐる巡りすぎてわけわかんなくなってる。まあでも、じゃあ最初の村の湿地帯にスポーンしてないか、このまんまチェックしに行きますか。沼地、湿地帯。うお、突然のジェットコースター、ビビる。雨がめっちゃ降ってるな。あ、移動してたらもう時間になってしまう。いやー、毎回毎回
この移動に時間取られるのがきついな。これでも最速なんだが。夜だから、どっかで寝ときたい。分岐にするべきだった道が見えてきたんで、もうぼちぼちっすね。いや、まさか、この一本の動画撮るためだけに1時間以上もかかるとは思わなかった。おとなしく。あそこスライムがスポーンしているぞ。これはカエルも期待していいのでは。とりあえず他のモブ、敵モブが邪魔なので、寝よう。あと雨が鬱陶しい。エンダーマンさんが。うちの中にいらっしゃる。我が物顔で我が家に侵入しておられたけど。みんなそのまま焼けててくれ。さあ、カエルはいないかな。カエル。さっきスポーンしてたスライムも火に当たると消えるんだっけ？いや、ざっと見た感じだとあんまりカエルらしき生き物は見られませんね。いないかな。泳いでたりするんかな。陸地をぴょこぴょこしてるだけ？こっち来るともう森になっちゃうもんな。さあ、では、今回はここまでですね。残念ながらちょっと無駄足があまりにも多かったけど、無事アレイさんを増やすことはできたんでね。ちょっとアレイさんが抜け出さないガラスのお家を検討しつつ、カエルの繁殖アイテムを探していきたいと思います。本日もここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。